どうもゴッピーです。さあ今回は神秘の次元の新フロア多次元の越頂に行きたいと思います。はい、まあ昨日ねあの越頂チャレンジ無事クリアできたんで、まあ、ちょっと今回ね手札の方行きたいと思います。というわけで今回はまあ越頂チャレンジをねクリアした編成とまあ同じ編成で行きたいと思います。ただちょっとね若干変えてる箇所もあるんで、まあそこはまた説明します。はい、まずリーダーのロザリンに、赤ソニア武器です。まあ今回ねやっぱ76が結構強いと思うんですよね。やっぱ欠損祭りがね起きるんですよこの誕生なんで、まあ76でいきたいと思います。で、リーダーチェンジ体制ですね。でバルキリーに赤座武器、赤座武器がねまた強いんですわこれ。あの HP 漏れて、まあ、ヒドロケも漏れるんですけど、あとこの体力キラーが結構でかいですね。まあボス戦とかにも刺さるし、道中でもね体力タイプ結構多いんでね、はい、いいと思います。でスキルもねこれ4ターン半減が使える箇所があるんで、そう赤座武器採用しました。でマグニートにリナインバース武器です。まあマグニートもね無効火力出せるということで、でリナ武器に関してはまあ2ターン変種との武器は何でもいいと思うんですけど、ただねちょっとこのね回復エンハンスが使える箇所があるんで、まあリナ武器の方がいいかなって思います。はい、でうずめ武器に同じくリナ武器、まあこのねうずめのリナ武器に関しては本当にあの他の2ターン変種でいいです。これ10連ガチャドラとか、まあイルミナとかね、まあちょっとね僕パズル下手くそなんで、ちょっと指変調ね盛りたかったんで、はい、こんな感じになってます。で、スパイダーマンに戦国武器です。ね越頂チャレンジの時ねここは赤シェリング使ってたんだけど、あの戦国の方がいいっすね。 HP と回復漏れるんで、でまあスパイダーマンねもう覚醒が優秀なんでね、あとスキルもまあ使える箇所もしかしたらあると思うんで、まあ採用しました。で相方シールフに、ハイビスカスの武器です。まあシールフのアシストは正直もう HP とバインドあれば何でもいいかなっていう感じだと思いますね。はい、というわけで、ただねちょっと一つ言わせてもらいたいんですけど、あの今回ねクリアまではやりません。まあもちろんクリアできそうだったらやるけどね、あのなんかボス戦まで来ちゃったりしたらそれはやりますけど、どちらかというとあの負けシーンとかを見せて、そう多分ねこのパーティー、ま、真似してね挑んでいく人もいると思うんで、あのこういう箇所ぜひ気をつけてくれとかね、そういうのね伝えたい。そうでまあちょっとねこれやりながらまあダンジョンの情報とかもね発信していけたらと思います。はい、じゃあいきます。いやマジでね難しいんだ本当に。あのさマジでね今回のダンジョンもうこれが適正ですっていうのがないんだよね正直。まあ76サフィーラが結構有力みたいな話は聞いたけどね、そうみんなね同じような負け方するんだよね。なんかそういう意味ではなんか今回のダンジョン結構気合い入れて作ったのかな。まあなかなか面白いですねこれ。でまず、まあ、ご覧のようにねスキルいっぱい使いまして、でここからもうこっからねまず大変なのね。あのここで5ターン耐久して6ターン目に突破するっていう難しい作業を強いられます。はい、ねここまずねまあ非2セットの全体攻撃まずかけます。ちょっと大丈夫かな、集中力保てるかな。まあこんな感じで削るんですよね。でそうしたら今度はあのこのね左の3体のうちの1体をねまああらかじめ倒しておくわけですね。まあこの右側2番目のやつにしようか。 OK、 じゃあこれで一旦まずこいつ倒そうか。これね倒さないと赤座武器のあの半減が切れた時にあのダメージ受けられなくなっちゃうんですよね。でここはもう適当にあの3ターン耐久します。でさあこのダンジョンささらに厄介なのがさ、もうこのさ序盤の超根性ラッシュのねこの雑魚キャラたちにもあの HP 発狂あるんだよね。だからねマジでさその辺の調整もしないといけないっていう、マジでねめちゃくちゃ神経を使うダンジョンです。はい、本当に気をつけてください挑む人は。もうマジでしんどいからね。
よし、オッケー。じゃあこれでまあ5ターンの殴り合いが終了したんで、ここで倒しに行くんですけど、まあこれ盤面見てもらったら分かると思うんですけど、この盤面じゃ絶対突破できないんですよね。なのでここでマグニートを使います。はい、まあ一応右のやつはね、あの1体倒すと怒ってくるんでダメージは受けません。まあここでマグニート使って、まあなんか無効化なり組んで突破しましょう。もう序盤からしんどいでしょマジでね。こういうめんどくさい立ち回り強いられますこのパーティー。はい、まあしょうがないねこれは、うん、本当にしょうがない。まあとりあえずこれはここで突破します。でこうすることでロザリンとシールフがたまるんですよね。そう、ロザリンとシールフたまんないとね、もう2回のねダメージ受けられないんで。でここは、今回ね一番右のやつが火水木のランダムで、でこいつが操作短縮なんですよね。まあここはバル使います。で火が覚醒無効で水が回復現象なんで、その場合はまあうずめ使いますね。はい、まあこの辺はね正直まあほぼ立ち回りは決まってるから、まだねまだ平和ですよ。まあそれでもめんどくさいけどね、うん、半分以上この序盤で死んでるから俺めんどくさいんですけど、まだ立ち回りがねほぼ決まってるんで。でまあここはねちょっと適当に殴り合います。このスパイダーマンのねこう威嚇をさ、あの4回でも使うんで、ちょっとね適当に殴り合いしつつ突破みたいな感じでいきます。なんか昨日声張りすぎてあんま声出てない気がするけど大丈夫かな。そう、適当にね殴り合いして、まあなんか盤面良さげだったら突破するみたいな感じですね。じゃあ、あいいね、まあ左貴族性なったんで突破しよっか。ここじゃあここは一旦まああれですね、無効管でも組んでね突破しましょう。もうこいつらもね普通に結構硬いんでね、まあ無効管がっつり組んだ方がいいでしょう。わあ HP 高いね。やっぱあれだね、赤シリングより戦国武器の方がいいね。 OK、 じゃあここはシールフ使って突破します。いやまあちょっとねここはあれだな、若干次ロザリンなんで、ロザリン使うんで、まあ水を若干温存しつつみたいな感じでいこうか。若干水温存、はい、まあこれ突破しましょう。あのねそう、こういうねドロップマネジメントもねめちゃくちゃ重要です。このダンジョン盤面嵐がね本当に多いんだよね。もうね欠損祭りになるんだよね。まあもうそれはもうこの後のお楽しみということで、はい。でここに関しては、まず、ロザリン使って、あの、十字ね、十字と L 字かけていきます。うわ、うわ、火じゃねえ、水が4個になっちゃった。まあいいや。OK。まあ、L 字は最悪、後回しでもいいけど、ちょっと十字はね、組んだ方がいい。あのこのね暗闇目覚めね、なんか結構いつもよりも降ってくるんだよね、いっぱい。だから暗闇はもうマジの優先。はい、20時かけてまずは一旦耐えですね。 OK、 スパイダーマンあと4ターンなんで、まあまあ大丈夫ですね。でまあここはね正直うずめ、まあ使うか、使おう、うずめ使います。でまあどうしようかな、まあ普通にまあ突破でいいか。 OK、 まあじゃあ適当にね無効貫通とかかけて突破します。まあ無効管組めばさすがにこの辺の敵は飛ばせるかな。危ねえ、
オッケー。ちょっと若干コンポ怪しいけど、多分飛ばせる。あ、オッケーオッケー、よかった。いやもう硬いからね、普通に序盤から。あ、で L 字解除せんといけんな。でここはスパイダーマンが溜まるまで、まあ殴り合いしましょう。うわ、非吸収だる。そう、ここはね、まあ吸収無効スキルとかじゃなくて、まあ威嚇でね対応するっていう形になりますね。まあ威嚇でね対応するのがやっぱ無難だよね。後半にもね吸収無効やってくるやついるんですけど、そのキャラにもね威嚇が刺さるんで、やっぱ威嚇が有効ですね。 OK で、ここはねちょっと間違ってもね右のやつ倒さないようにね、あの左のキャラね怒っちゃうんでね、右き倒すと注意しましょう。 OK、 いい感じだね。でスパイダーマン溜まったけど、ちょっともう一旦だけ、いや待てよ、あ、いやちょっともう一旦だけ待とう。ちょっとねこいつらも硬いからね、やっぱターンに余裕を持たせて、ちょっとここはもう一旦だけ殴り合いしますね。はい、さあこれで殴り合ったら、ここであとバルキリーをちょっと空打ちしとこうかな。あのバルキリー本人のスキルをね使いたい箇所あるんで、ちょっとここで空打ちしときますね。で威嚇さします。 OK でここはまあ真ん中倒しつつ、あの左右のね吸収が切れるのを待ちます。 OK、 じゃあ吸収終わったんで、まあここから殴りにね行きたいと思います。まあここまではまだいいんですよ。はい、ここまではね、まあ神経使うけど、でもまだね、まだね普通。もう大事なことなんで2回言いました、まだ普通です。ここはまあ HP 発狂とかやってることえぐいけど、まだね平和ですよ。 OK、 じゃあ突破したね。よし、あ、突破してないわ。ほらこうやって残るんよ、微妙に微妙に残るんだよね。あぶね、これはね、スパイダーマンあれだね、使うタイミング良かったね。さてここは、ルミエルとアリエルの2択ですね。まあどっちが来てもあれですけど、アリエルはね正直あれかな、半分切ると若干厄介ですね。でここの立ち回りはね、まずあの円波とか使わずに、なんか適当にね火2セットぐらいで、いやねちょっとこっからねマジで火力調整的なやつが始まります。はい、でもうここのね火力調整に関してはね正直もうね実際にやらないともう分かんないですよ。もう感覚をね掴むしかない、本当に。でこうやってちょっと削るじゃないですか。でね半分手前からねできれば倒したいんですよね。ここはこいつらね半分切るとねダメージ半減張っちゃうんで、そうダメージ半減張るとねちょっとミリ残し発狂をね受けるリスクが高まっちゃうんで、半分手前からね倒したいわけですよ。でロザリン使ったんで、ちょっとここはね火2セットにとどめておきます。こういうねめんどくせえ火力調整がねいるんですよ。でしかもこれ見て、目覚めやばいでしょ。あー、これめっちゃいい、めっちゃいい火力調整ね。こうやってさすごい場面荒らしてくるじゃん、闇作ったりでしょこいつ。でさこれシウフ使って、この場面は無効感と火もう1セット組めるよね、オッケーオッケー。そうこうやってね場面荒らされるからさ、無効感分色がなかったりとかね、そういうのがねもうたびたび起こる。ただこのフロアに関してはまだ平和です。はい、まだ平和です。まあここはこういう風に無効感ねしっかり組んであげれば倒すことができます。オッケー。まあこれはアリエルも同じですね。アリエルはね後半水だからねより辛いですね。でそうここでまずバルキリー使うんですよ。ここホルスね来たんで、であのラーが来た場合はウズメ使います。じゃあバル使って、あミスった。うわこれロサリン使ったらなんか水欠損しそうだな。ちょっとここはやめよう、ロザリン使うのやめとこう。
まあいいや、とりあえずまず平積みで削ろう。まあここはとりあえず半分まで削ってあげれば OK ですね。 OK、 じゃあ平積み組んでいきます。オッケー。まあホルスはまだ楽な方かな、このパーティーだと。で、割合からの虚無です。そう、そう、ここでね、虚無発動させないと通商攻撃飛んできて死ぬんで注意しましょう。で、まあこの後はまあちょっと適当に削り、あー、無効管組んでよかったかな、ここ。まあ適当に削っていい感じのとこまで、で最後無効管図組んで飛ばします。いや、ここ無効組むべきだったかもしれん。あ、でも結構削れとるな。いや、もう難しいんだよな、こういうところが。ここで無効貫通いけるかな。ちょっと行くか、行こう。いやね、こういうところのね、調整がね、マジでむずい、本当に。ここでね、そう、無効貫通で飛ばせるかどうか分かんなくて、なんか適当にコンボしたらなんかミリ残し発狂食らって死ぬみたいな。いや、そういうパターン多かったわ。うん、めんどくさいんだよこれが。もう正直これ倒せるかな。ああ、いけたね、よかった。で、7階が、ああ、ロゼルだね。なんかさ、ロゼル結構なんか嫌いな人多いらしいね。このパーティーからするとね、こいつが一番楽なんだよね。ここね、ちょっとうずめのね、裏のスキル溜まりそうなんで、これ、空打ちします。まあ、うずめのね、スキルは10回でね、使う可能性があるんで、まあ、一旦空打ちしといて、ね、マグニートのね、リナ武器がね、これ回復上書きするんですよ。まあ、うずめですでに上書きしてましたけどね。で、これでね、そう、なんでロゼルが楽かっていうと、こいつね、あれなんですよ。今落ち込んだししてるじゃん、ここね、やべ、パズルが終わっとる、ごめん、パズル終わっとるね。まあいいや、ここね、火の2セットの、まあ、盤面結構全力コンボで、割とねこんな感じで結構いい感じのとこまで削れるんですよ。はい。で、しかもこいつね、ダメージ無効張ってないんで、この次にこれシールフ使って平積みで突破できます。なんかね、このフロアロゼルが結構外れって言われてんだけど、このパーティーだとこいつが一番楽です。はい、デュエルが一番厄介かな、このパーティーだと。あいつね、半分切るとね、なんかキーヒーのなんだっけな、二色人かやって、あと暗闇目覚めと操作短縮やっていくんで結構めんどいです。で、ここです。ここが超鬼門。ここがね、マジでやばい、本当に。ね、こいつら単体で見ると別にそこまで脅威じゃないんだけど、ね、ここで盤面荒らされまくって、もうとんでもないことになります。はい、ちょっとここ火残しとくか。でね、これ何がやばいってさ、まず目覚めで、まあ、水がいっぱい降ってくるんですよ。これまだ控えめな方、これ控えめな方で、でこれでさらに変換してくるんよね。ここでよくあるのが、まず回復欠損、これ今回復4つしかないじゃん、これ欠損ね普通に置きます。はい。で、しかもさ、欠損したら当然なんかね、別のスキル使わされるじゃん。で、そうすることで、その後のフロアで積むっていう現象が起きるんですよ。そう、キャラ単体で見たらそんなに強くなくても、なんか前後の敵の組み合わせで積むみたいなパターンが、マジで多い、本当に。で、このフロアなんですけど、このパーティーだと、まあ、ウリエルが一番外れですね。でね、ここね、これロザリン使っても火全然作れないよな。まあちょっとここは一旦待とうか。ここでね、ドロップマネジメントが重要になってくるんですよ。ここでね、まあ水目覚めね、水がいっぱい降ってくるんで、水はもう全消ししてもいいですね、ここは。で、火温存で回復も温存。このね、
ドロップマネジメントがめんどくさいんですよ。これは、あ、ほら、こうやってね、吸収とかしてくるんですよね、この人たち。この吸収もめちゃくちゃ厄介です。はい。で、ウリエルだと、そのね、吸収の色が火なんで、もうより厄介ですね。いや、ウリエルね、本当にやばいさ、あいつ。マジで。でここは、ちょっと火残したいんで、またこんな感じのコンボで。これでさ、また発狂レイン入らないかなーってこうね、心配しながら見守るしかないわけです。こうやってね、落ち込んが来たりして、発狂レイン入ると、もうおしまいです。これ吸収じゃないかな？あ、オッケー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 。じゃあここで突破しよう。マッガ、うわー。あー。マジっすか？マジっすか？あ、まあいいや。うん。いや、倒すけど。倒すけど関係ないよ。いやもうこれドロップの数おかしいんだってねえ。 OK、 わー突破できたね。ここ突破できるとちょっと一安心ですね。はい。でルシファーはマグニートを使います。そう、マグニートもね、しっかりスキルね、ここ貯めておかないといけないんで、はい。で、まあ、ここは一旦、あれですね。で、こいつね、ちょっと注意しないといけないのが、こいつね、初ターンに半分切ると、5ターンなんかダメージ吸収やってくるんですよ。それやるともう詰みになるんで、注意しましょう。はい。まあ、ちょっとここはね、なんで、ちょっとここはコンボ、控えめで、活かしていただきます。そう、こいつ初ターンに半分切るとね、ダメージ吸収やってくんだよね。やばいんすよ。で、ちなみに、このフロアは他にラファエルと、あと、バールっすね。が出るんですけど、バールが外れですね。バールはやばい、本当に。バールもね、何回か越境チャレンジやった時に、ワンパンね、したことがあったんだけど、ただ基本的にもうワンパンできなくてツーパンになるんですけど、ただあいつね消せない連発してくるし、盤面荒らしたりするですごい厄介ですね。でラファエルに関しては半分切るときにバルキリーのねスキルを使ってあげれば OK です。あ、やべえ、向こう張ってた、やべえ、忘れてた、やばい、やっちゃった。ちょっと水消さないで。 OK。で、ルシファーは正直当たりかな？まあ、こいつはこいつで、あれですけど。まあ、ラファエルが一番当たりか。まあ、ラファエルもね、バルキリーが溜まってなかったら詰みですけど、まあ、ラファエルが一番楽かな？この中だと。いや、ルシファーかな？なんかもう、9回に関しては正直、これといった当たりキャラ、なんかそんないないような気もするけど。まあいいや、とりあえずこんな感じでまず半分切ります。で、まあここはどうせ多分倒せないんで、ここは多分無効貫通組んでもミリ残しはしないんじゃないかな。火回復残そうか。こいつもね、盤面嵐めちゃくちゃしてくるんで、こいつもね、ドロップケア必要ですね。わあ、盤面めっちゃいい。うわ、これ倒せる？なんか怪しくない？いけるかな？うわ、わかんねえ。わかんねえけど、行くしかないか。行く気はないね、これ。まあ、行くわ。OK。まあ、副属性のね、火力も結構、重要だったりするから。あー、キーク見たかった。やべ、コンボがクソになっちゃった。いける？あ、いけるね。あ、やべえ、なんか10回来れちゃった。来れちゃった。サラスバティ来たんで、うずめ使いましょう。まあ、ここは正直、誰が出てもまあ大丈夫ですかね。じゃあ、うずめ使いましょう。
越境チャレンジの時ここ来るのめちゃくちゃ、何を言うしてんだこれ。ちょっと待って、もう分かんねえ。いやここさ来るのマジで大変だったんだけどね。なんか一発で来れちゃったわ。まあまあいいや、まあ、うずめ使ってもうこいつは普通に殴り倒せば OK です。うん、なんかこいつはねヘイストとか遅延とかをひたすらやってくる敵ですね。でさあ、もうここまでね見てもらったらわかると思うんですけど、こんな感じでこのダンジョンのねほとんどの敵がね、こんな感じで盤面をねすごい変換してくるんですよ。これでね欠損を誘ってくるんですよね。だからどのパーティーで挑むにしても辛いんですよ。そういうことです。てかここ今 CF 使えばよかったな。なんで使わんかったんだ。そうなんですよね、そういうことなんですよ。それがこのダンジョンを難しくしているまあ要因というところでしょう。はい。でダメージ向こう張ってきたね。こいつね確か HP 300億だったかな。まあちょっとこっから倒すのは若干難しそうなんで、一旦ここ耐久ですね。でまあ回復激減食らったけど、このパーティーね4ゲージすると回復力すごいんで、まあ大丈夫でしょう。よし、じゃあここで倒そう。 OK。 無股間部色ある。うわーギリねえし、マジか。まあいいや、まあ両方使おう。うん、両方使うわ。ここ両方使います。もうこうやってね盤面変化されるからね、火力調整しようにもできないし、無効貫通雲にも組めないしで、まあ苦しめられるわけですよね。やばいよね、これといったさ適正パーティーが存在しないっていうのが本当にやばい。そうだから、どの敵引いても負ける可能性があるっていうことですよね。でビシュヌ来ましたね。でビシュヌとクリシナの2択ですね、ここは。でこの人はあの初手状態異常無効張るんで、ここでまず威嚇さします。 OK。 まあここは適当に耐久しようか。あーで待って、ね、ちょっと待って、これマグニート空打ちしとこう。これマグニートをねこの後使う可能性あるんで、これ空打ちしときます。うずめも使うか。あー待って、うずめ掴んでいいや。あ、てかマグニートも別にあれだ、軽打ちしなくてよかったわ。よし、じゃあラストターンなったんで、まあロザリン使いましょうか。まあこっからはまあ発狂ラインに注意して倒していきます。こいつもね盤面めちゃくちゃ変換してきますけど、まあちょっとそこはドロップねマネジメントをしっかりしてまあ乗り切ってください。まあここどちらかというとクリシュナの方がありがたかったりはするんだけど、まあしょうがないわこれは。ちなみにクリシュナあの初手遅延やってくるんで、まあ威嚇持ちのキャラには遅延耐性をねつけてあげてください。まあクリシュナちなみにあの半分以下になると状態異常張ってきます。これね今さこんな風にさなんか解説とかしてるけど、あのねマジでやっぱ実際やってみると、このダンジョンのなんか恐ろしさというかさね、難しさというか、そういうのって伝わらないと思うんだよね。だからねやっぱり とにかくもう試行回数ゲーです、このダンジョンは。本当にね今までの称号チャレンジの中でもかなりしんどい部類に入ると思うんで、まあちょっと本当にね頑張ってください。でちょっとここはねあんまダメージ与えすぎても怖いんで、まあちょっと軽くねコンボ組んで、そうめっちゃ削るんだよね。で変換されるでしょう。変換されるけど多分ね
いや突破できんのかなこれ。こいつ HP180 億なんで、まあ残りだいたい90億ちょっとですよね。うわいけるかなこれ。いやわかんないけど、ただこれ過去にね、ここでなんか火力調整しようとしたらなんか思ったよりすごい削って発狂食らったことがあるんで、まあここは行きましょうか。ただちょっと待って、火は焦げしよう。あーやべえ、火力1個左にずらせばよかったな。まあいいや、多分ね火2セットでもいけんじゃないかな。あてか待って、ミスった。やべ、あーここロザリン使って突破するべきだった。あーまあいいや、あのねちょここねベリアルとアモンの2択なんですけど、あのベリアルが来るとあいつねワンパンをね求められるんですよ。でこのパーティー正直あのワンパンはね可能っちゃ可能なんですけど、かなり厳しいんで、あのシーウルフね円幅率は高いんで、そうここ今ロザリン使って突破すべきでしたね。はい、まあ、ただ今回アーモンだったんで、この人はあれですね、このバルキリーのねこの赤座武器で対応します。そうこの人ね何してくるかというとね、まあそれはまた実際ね見てもらいましょう。まあこんな感じで初手ね覚醒無効やってくるんですけど、この後ね何するかっていうと、これ見てね、ここでねアシスト無効されるんですよね。で公務急車入って、で火力上がります。でこうなるとこのパーティー耐えられません。なんで、赤座武器の軽減が必要です。まあそういうことですね。でここはもうすぐに倒したいんで、なるべくね全力で組んでいきます。はい、まあ前半水なんで削りづらいですけど、後半はね普通に削れるんで、こんな感じでねしっかりコンボを組んで、まあ削っていきましょう。はい、でまあアシスト剥がされてるんで毒は食らっちゃいますね。で、まさかの回復欠損と、じゃあ回復欠損でしょ。うわどうしようかなこれ。スパイダーマンありかなんかやべ声が死んでるな、やべ。まあじゃあちょっとここはスパイダーマン使いましょうか。 OK。 うわ光を、うわーでもなんか場面渋いな。まあいっか、まあ別にこのターン半分いかなくても大丈夫なんで、まあまだ大丈夫っすね。そうここでもね赤座武器が役に立つわけなんですよ。はい、まあという感じで、まあこのフロアに関してはまあアモンが当たりですね。でこのダンジョンね、このパーティーで挑むにあたってはあのこのフロアまでは正直そうなんだろう、完全ななんか罪っていうキャラはいません。で問題なのがこの次です。この次に捨てないといけないキャラが出てきます。まあ出てきますが出てくる可能性があります。はい、やばいな声がしんどるな、昨日そんな声張ってたのか。オーケー、じゃあここで突破します。でもさやばくね、なんか一発でここまで来れてるの、あの相当運いいですこれ。めちゃくちゃ運いいですこれ。ちょっと勝ち切りたいな、だったらめちゃくちゃ運いいですねこれ、ここまではね。ただこの次でワンチャン死にますからね。はい、3分の1の確率で敗北が決定します。さあ誰来る。あー竜明か。ここねセイナが来ると罪です。もうセイナはてかもうあいつ多分さどのパーティーで行っても無理ゲーだと思うんだよね。だってさ前のフロアでアシスト無効を剥がされるからやばいよね。軽減スキルとかもたまんないし、
あいつはねマジで終わっとる本当に。まあちなみに何してくるかっていうと、あーやべえ、ロック解除すればよかった。まあちなみにね、あいつ何やってくるかっていうと、あのなんかね、なんだっけ、ちょっと待ってね、ちょっとここやばいな、なんか絶妙な削りしちゃったわ。え、これ殴り飛ばせるってこと、こいつ殴り飛ばせんの、こっから。いや無理だよねさすがに。え、こいつ何タイプ、神ドラゴンはキラー刺さらんよね。いやちょっとやめようやめよう、ここで突破するのはやめときます。はい、ただまあロザリンは使っていいか。あのね、セリナ何してくるかというと、あいつ初手3ターン攻撃力アップしてね、3ターンの間なんか130万くらいやってくるのかな。なんかねやばいんだよね、とにかく。でその後火水吸収してきます。なんでもう完全に罪です、このパーティー。はい、まああいつが出たらもう潔くね諦めましょう。でここはね竜明が一番当たりですね。で御影はなんか HP 上限やってきて、なんかいろいろやってくるらしい。はい、でそれでなんだかな、なんかその後そうだね、 HP200 万固定して、ちょっとスパイダーマン使おう、ここ200万固定して、でなんだっけな、うわこれ突破できるかな、まあいけるか。200万固定してなんか195万飛ばしてきて、なんかその後回復ゼロやられるんですよね。だからその回復ゼロをうずめで解除していくんですけど、その後もねあいつなんか HP10 万固定とか半減とかやってくるんですけど、あーやべ死んだわいやもう無理だなこれっていうのがこのダンジョンです。はい、いやもうやりません。あのね絶対この後やったら沼るんで、もうやめます。てかもう声が死んでるんで無理ですねこれもう。まあっていう感じなんですね。はい、いや今の倒せんかったか、無理だったか。で正直14回以降はもう普通にやればいいんで、むしろね後半はね割と楽。ただあのボスはキユリシャ来ると罪ですねこのパーティー。はい、っていう感じですね。まあボス戦付近は前回のね動画見てもらったら分かると思うんで、まあそれをまあぜひ見てください。はい、あの越境チャレンジのね動画があるんで、まあそれ見てもらったらいいと思います。で前半から中盤はもう今回の動画のようなまあ立ち回りになるというわけですね。まあね本当にきついんで、マジで挑む人はマジで気をつけてください。もう地獄を見ます。はい、以上です。